っぱりロマンですかね、うん、やっぱりあの、まあ、自己満足にはなっちゃいますけれども、はい、そこになると思いますね、はい。秋晴れに浮かぶのは存在感のある富士山。ここは富士山のふもと山梨県にある富士スバルランド、家族みんなで楽しめるテーマパークです。今回の舞台は、あれ？駐車場？富士山が見える駐車場に何やら見られない車が集まっている。今日の主役はカスタムカー。人と違ってプリウスでって言っても左ハンドルで、今回はひたすら車探して、オーディオとかも全部作ってるんで、すごいですね。一番気に入ってる部分、ボディカラーですかね。まあ、かっこいい大人になって乗りたい？乗りたい。男のロマンですね。手間暇かけて作り変えられてきた言葉通りの愛車。イベントのために集まったオーナーさんと愛車たちに寄り添ってみた。肌寒くなってきた10月最後の日曜日、朝9時半から撮影会は始まった。親子で東京から来たオーナーさんに愛車の一番気に入っているところを聞いてみた。好きなジャンクションとのコラボの商品なんで、ここかな、この辺りかな、バンパーで裏にネット貼ってもらってみたいな、うん、あー本当だ。歴代なんか乗ってる車だいたいこうやってやってるんで、はいはいはい、あなたにとってのカスタムカー、カスタムカー、相棒、はい、相棒ですね。長年この相棒と付き合っていく感じ。そうですね、壊れる、動かなくなるまで。相棒の愛車さん、長生きしてほしいです。娘さんにもカスタムカーをどう思っているのか聞いてみた。うん、かっこいい。あ、かっこいいと思う。将来こういうのに乗りたい。うん、ありがとう。娘さんにしっかりお母さんの意思が受け継がれているようです。今日は東京都の青梅市ってとこから来ました。青梅市から、朝7時、7時だっけ、7時にみんな早いですね早いですね。仕事はトラック乗ってますね、大型。お一番気に入ってる部分、はい、そうっすね、音っすかね。音はいい音してますよ車をいじり始めてから何年ぐらい経つの？そうですね、22年ぐらい。この車は22年です。いや、これはもう3代目ですね。一番最初の車は TCR で、2代目が ACR そこからこれに。22年間カスタムしてきたお父さんにカスタムカーとは何か聞いてみた。目立つものかな俺にはもう周りと全然違うので、うん、お父さんの車で一緒にやってきた息子さんはどう思っているのかな。いや、もうすごいイカつい車が集まってちょっとかっこいいです。あ、かっこいい大人に乗ってなっても自分もこういう車に乗っていじりたいとか。あ、ありますねちょっとなんかエンジンとかいろいろいじりたいと思って。今日はどこから来ました？かっこいいプリウスでやってきた男性に話を聞いてみた。お仕事は何をされていますか？内装業。内装業。この愛車の一番気に入ってる部分を。やっぱブレーキ。の車をいじり始めてから何年ぐらい経ちます？もう18からだから何年だろう40弱ぐらいですかねすごい長い、長いですね、はい、もう何台も乗り継いでます。乗り継いで、はい、一番最初ライトエースのサーフ仕様ですかね。あなたにとってのカスタムカーっていうのは何ですか？もう切っても切れない感じですね。車を38年間カスタムして誰にも切れない絆でつながっている。かっこいいです。駐車場に集まったたくさんのカスタムカー、車も人も多種多様。皆さんの共通点は車が好きということ。車の免許取れるかどうかわかんないけど多分やると思う。こんにちは。じゃあ埼玉から来ました、前夜入れです。朝弱いんで年齢30歳です。
エアロハイウェイスターのエアロ1号車なんで、これオートサロン出店車です。あなたにとってのカスタムカーって何ですか？もう娯楽じゃないですか、趣味っていうか楽しみ。これから先も続けていく感じ？もちろん力強いもちろん。少し恥ずかしがり屋なオーナーさんの愛車はオートサロン出店車で堂々としていた。千葉県から前乗りで参加したご夫婦がいたので愛車のことを聞いてみた。結構朝早くなかったですか？もう前夜から団子の中で寝てました。一応夫婦ではい。車のオーナーは私です。愛車の一番気に入ってる部分を教えてください。ボディカラーですかね。あ、やっぱり、はい、あの光の加減で色が変わるのが、はい、夕暮れ時とかすごい綺麗に見えたりします。朝焼けというんですか、はいはい、車をいじり始めてから何年ぐらい経ちました？もう16年くらいですかね、免許取ってからすぐ、はい、旦那様はどういった思いで見てます？僕もすごい車が好きなんで、僕はちょっとスポーツ系が好きで、時にはこうぶつかり合ったりするんですけど、いろいろこう分け隔てなく車は楽しんでますね、いじることは。はい、車のことで喧嘩することもある？あ、もちろんもちろんあります。あります。あなたにとってのカスタムカーって何ですかね？なんだろう、まあ人生の一つみたいな感じですかね。人生共同体でしょ？そうですね、はい、初めて免許取って18の時に新車でどうしてもこれが欲しくて頑張って買って、まあ、今に至るので、ところどころのために働いた感じですね。それも希望じゃないんですよ、あのナンバー。たまたま新車で買ってディーラーで10年ぶりにゾロ目出ましたって。ちょうど私の19の誕生日に納車日にしてもらって。一応航空会社で愛車との出会いを教えてくれたオーナーさん、これからもご夫婦で愛車と仲良く人生を楽しんでくださいね。こんにちは。今日は山梨から、甲府の方ですけども、そちらから今日来させてもらってます。私購入した時から一切手は加えていなくてですね、あの前のオーナーさんがいるんですけども、その人が、されてきたものが全ても私にとってもイメージ通りだったので、特に手は加えておりません。まあ、人それぞれのこう個性が出るってところですかね。派手な車が好きな人もいれば、こう私みたいな人もいるような形で、まあ、様々なあのカスタムカーがあっていいのかなと思います。じゃあ埼玉県の加須市から来ました。5時半出発。自分家族4人、自分含めて4人なんですけど、まあファミリーとしても使えて、なおかつまあそうですね、カスタムがうまく しっくりくるところっていうのがいいですね。エルグランド乗ってもうこれ2代目の52なんですけど、その前はまあちょっとドリチャをいじったんですけど、まあ、そこから卒業して、まあ、ワゴンっていう形で始めました。男のロマンですね。アルミがおしゃれに輝く車、オーナーさんに愛車について聞いてみた。こんにちは、今日は東京の方から来ました。愛車の一番気に入ってる部分は？愛車はですね、ちょっと違うところで後ろにワンオフで入れてる、ライトがですね、はい、ここですかね。ああ、バレンティーとかあの辺は結構あるんですけど、これはもうバレンティーじゃないやつですね。ワンオフで、まあ、これオークションで買ったんですけど、まあ、ちょっとあの他の人と違う感じにしたかったので、こんな感じに。前の車が50乗ってたんですけど、それで23年乗ったんですね、前の50が。でその後にこれで今、3年もうじき4年になるんで、もうそれだけの期間ずっといじっている感じですかね、はい。あなたにとってのカスタムカーって何ですか？やっぱりロマンですかね、うん、やっぱりあの、まあ、自己満足にはなっちゃいますけれども、はい、そこになると思いますね、はい。みんな自分の愛車に思い出を詰めてここにやってきた。そしてまた新しい思い出ができました。今回集まった中でやっぱり一番は、各ブランドごとにいろいろなものを作ってきて、その時に起こってた出来事とか、あ、こういうことをしてこういうふうに作ったんだなとか、それが思い出されて、今までうちのアバンターレとしてやってきた歴史がちょっとここで分かるから、思い出すような感じで、すごく今回はなんか感慨深いものになってますね。これはチームの看板で、今日何年ぶりだろう、多分10年ぶりぐらいに先輩のところから持ってきてもらったんですけど、一応会社の営業車で、通勤営業車で使ってます。カスタムカーですか？日常ですかね？
なんかないって考えたことないですし、人と一緒が嫌いなので、自分の個性出せる場所で自分が楽しく仕事できるかなっていうモチベーションにつながるっていう部分での常の日常っていう感じなので、少年よ、このイベントで来たの2241のベルファイア。あ、221、あ、ベルファイア。いやもう結構かっこいいっていうか、もう乗りたいっていう感じが、大人になったら乗りたい、乗りたいっていう感じがありますね。ありがとう。犬はなんて名前なの？え、セラです。いろんな方と交流できて、初めてもうデモカーの方々と話ができて、とても充実してました。ありがとうございました。私はエルグランド乗ってますけれども、エルグランド以外の車種もいろんなところでいろんなカスタムしているところのいろんな部分が見れて勉強になり参考になりました。またあればまた参加したいと思います、はい、ありがとうございました。おいおいでよ。どうぞどうぞ。楽しかったです。あ、いいですね。とても楽しかったです。ありがとうございます。Just as sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？武蔵村山市から。ご年齢は？43です。お仕事は何をされてますか？インバリアです。あなたにとってのカスタムカーとは何ですか？インバリアです。一言で言うとね、はい、まあ、語りきれないんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。